国のコースリー、まずは3番の深川さんに5番の大島、そして6番の山本も少し内へ入ってくるんでしょうか。勝者を映す栄光の杯、これまで56人のヒーローたちの姿を映し出してきた秩父宮妃記念の優勝カップ、今回は夕闇迫る中でひときわ光り輝くその表面に誰の姿を映し出すのでしょうか。ブレードス第57回結核予防陣を協賛秩父宮妃記念杯、いよいよ最終12レース優勝戦。インコースには1号艇大阪松井茂、2コースには3号艇佐賀深川新地、3コース5号艇愛知大島克也、4コース稼働区には6号艇兵庫山本隆之、残る2艇は深い進入を避けた形なのか、2号艇の福岡前田翔太が5コース角、大外6コースに4号艇東京中野二郎です。王者に名人新鋭、そして準優波乱王を巻き起こした面々と注目の6人が揃いました。風は追い風微風です。今日は琵琶湖としてはイン逃げ圧倒的に多数7回ですが、ここまで差しまくり差しとついています。さあ流れはどうなのか。外2艇から進入開始、進入コースインコースから1番3番5番6番そして2番4番、12レース優勝戦スタートしました。さあいいスタートは6番の山本隆之です。しかしインから押し切るか、1番の松井茂、松井が押し切った、押し切って先頭1番の松井茂でバックに入りました。そして2番手争いですが、2番3番6番7番か、12レースはスタート正常。先頭は1番の松井茂、そして2番手、今内追いから2番の前田が少し伸びてきました。その外には3番の深川が3番手、後続4番6番5番か、第2ターンは繰り返し、1番の松井茂から、そして2番手2番の前田翔太が続く、3番手は3番の深川慎治、上位3手が1番2番3番、その後は6番山本がコースアウトになったんですが、4番手5番手が4番の中野、最後に5番の大島和也です。2周1枠も1番の松井茂から、そして2番の前田翔太、3番手はここで接戦か、外3番深川、これを追って内からは6番の山本、さらに4番の中野が迫ってきます。現在3番の深川のリードがおよそ2、3停身、内に4番中野次郎、外6番の山本隆之、4番手並走状態で前の3番深川を追っています。1番2番そして3番の順は変わらず、まもなく最終周回、全員がおそらく0台発進だったんでしょうか。中でも6番山本隆之、0102、鋭いスタートを放ちました。しかしインから結局押し切った1番の松井茂です。松井がインから堂々押し切り、そして2番手は2番の前田、3番手はここで3番6番6番3番、内が3番深川、外から6番山本、さあ最後に伸びて迫ってくるのか、3番6番激しく競り合う形で3番手は最終第2ターンマークの攻防へ。1番松井茂、これで通算111回目の優勝、賞金を目指してここはいい弾みとなります。1番2番そして3番手はどうやら6番山本隆之がまもなくゴール、先頭1番の松井が5輪、優勝2番手2番の前田、3番手6番山本隆之、その後3番深川、4番中野、最後5番の大島がゴールいたしました。以上12レース優勝戦でした。それでは確定放送ウィニングラン、そして選手表彰までしばらくお待ちください。確定、1着1番、2着2番、3着6番。